プロフィティス・イリアス。タイゲトス山脈は、ギリシャ南部のペロポネソス半島にそびえる山脈である。最高峰は、プロフィティス・イリアス、または、プロフェット・エリアスとして知られるタイゲトス山である。この名前は、ヨーロッパで記録された、最も古いものの一つで、ホメロスのジョージシ・オデュッセイアに、エリマントス山と共に、狩猟の女神アルテミスが、 ミネズタイに鹿狩りを楽しむ場所として歌われている。ギリシア神話によると、タイゲトスの名前は巨人アトラースの娘、タユデテに由来する。また最高峰の名前は予言者エリアのギリシア語形に由来している。山には5つの峰があることから、ビサンティン時代から19世紀までは、ペンタダクティロスの名でも知られていた。の長さは約キロメートルあり。 ペロポネソス半島の中心から最南端の、またパン岬まで伸びている。最大幅は3 0トル面積は2500平方キロメートルである。最高峰のプロフィティスイリアスは、ペロポネソス半島で最も高く2 4 0 4ルに達する。これはおそらくパウサニアスが言及したタレトン山である。山頂はウルトラプロミネントボンである。 約60メートルしかないコリント地境の上にある。多数の川が山脈に橋を発し、エウロタス川は山脈の北部に源流がある。3階の西側には山から冬の雪解け水を運んでカルダミリの町のメッシニアコス湾に注ぐビロス渓谷の源流がある。タイゲトス山脈はアルカディア県、ラコニア県、メッセニア県の県境にあり、 ラコニア県の県とスパルティとメッセニア県の県とから、またの町を見下ろす位置にある。山脈はギリシャ国道82号線と交差しているが、この国道はカラマタとスパルティを結んできたタイゲトスを中央山脈から分離している。また、リンドモ渓谷は中央山脈とタイゲトス南部を隔てている。マニ半島の背骨を形成する部分はサギアスとも呼ばれ、多くの場合。 タイゲトスの一部とはみなされない。山脈の中央部は一般に、村落が早朝と午後遅くに、あまり日光を浴びないので、暗い側を意味する、スコテイニプレブラと呼ばれる。ヘレニック湖、沈み込みたい。矢印は、プレートの動きの方角を示す。湖の最南端は北東に移動し、ヘレニックプレートの下に沈み込みむ。プレート自体が、南西に伸びて、沈み込みたいに入り、 断層地界の地形を生成している。地中海に面した東西に走る南ヨーロッパの山々は一般に北向きに移動するアフリカプレートとユーラシアプレートの衝突によって生成されたものである。アフリカプレートの北端が不規則な線で沈み込んでいる部分で未解明の第二の作りウンドが起こっている。イタリアとギリシャの山は北西から南東の方向に走るした山と 断層地界の山の組み合わせである。ヘレニック沈み込み帯は、ヘレニック海溝のエーゲ海プレートの下に、アフリカプレートの先端を運び、ペロポネソス半島とクレタ島の外縁にこう描いている。島々とギリシャ南部では、二重の地殻変動のために、断層地界の山作り山運動が広がり、エーゲ海プレートは沈み込みによって上昇している。一方、 未回目の南北の伸長運動はプレートを引き離して慎重性断層を作り出し、南北方向に走る地類と地高、または地高帯の並列シーケンスを生成している。タイゲトス山脈はエウロタス地高帯に隣接する石灰岩の地類である。その当面の下には伸長方向に垂直に突き当たるスパルタ断層がある。カバンの急斜面は、 タイゲトスの東側の尾根の根元に見ることができる。それらは、垂れ下がった壁が傾斜の方向に突然滑り、地震を引き起こすことから生じる。単一の地震では1メートルから12メートルの崖が生じる。スパルタ断層は衝突で、ジグザグの形状をし、北緯170度と、統計140度の間で変化している。最大滑りは3つの増分で10メートルから12メートル。 スパルタを襲った紀元前464年の地震は断層の長さ2 0トルにわたって3メートルから4メートルの滑りが生じた結果である。スリップ率は年間約1ミリメートルであり、地震の平均間隔は3000年であることを示唆している。ギリシャモミ、テッサリア、ヨーロッパクロマツ、タソス島、プロフィティスイリアスを見上げる登山道。 タイゲトス山脈の気候は一般に大陸性であり、冬には大雪が降る。タイゲトス山脈の標高700メートルから800メートルから1700メートルから1800メートルの斜面は主にギリシャモミとヨーロッパクロマツ、杉の深い森林に覆われている。2005年と2007年の壊滅的な山林火災は中央西部斜面の森林の多くを消失し、 約半分しか残っていない。そこから2000メートルまでは高山帯が広がっており、そこではほんの数本の頭皮やヨーロッパ黒松の木が生え、地面は多年生植物と小さな低木で覆われている。2000メートルを超えると高山地帯であり、樹木は全くなく、岩と岩の間に多年生植物が生えるのみとなっている。かつてのタイゲトス山脈は、 現代よりも多くの哺乳類がいた。パウサニアスは山が野生のヤギとイノシシの狩り場となっており、熊としかも他の場所と比べて多く取れたと証言している。他にもオオカムやオオヤマネコも住んでいたことが歴史的に知られている。今日、山にはキツネ、ノウサギ、ハリネズミ、フェレット、イズナ、アナグマなど20種の哺乳類が生息し、 山頂付近にはいくつかの貴重な鳥類が見られる。タイゲトス山脈の植物賞は非常に豊富で1000種以上の植物のうち33種がタイゲトス山脈の固有種であり、約100種がギリシャ固有である。また固有種ではないが、ギリシャやヨーロッパでは非常に稀なアジア起源の種もある。タイゲトス山脈は少なくとも未経年時代から人が住んでいた。 アルナ村近くのアルキナ遺跡にはまだ調査されていない三つの放火状墳墓がある。タイゲトス山脈はスパルタにとって重要な天然の要害の一つだった。ヘロドトスによると、タイゲトス山脈はアルゴナウタイの子孫ミニュアスビを称するレムヌス人が移住した場所であり、スパルタ人と対立して山中に立てこもったが、バイ人のテラスと共にテラ島に移住した。 スパルタ人は犯罪者及び不適格と判断された乳児をケアダスあるいはカイアダスとして知られるタイゲトスの深い割れ目に投げ入れた。古くはスパルタの新生児は生命力の検査後に不適合と判断された場合、そこに放棄された。近年、アテネ大学はケアダスが主に犯罪者、裏切り者、捕虜の処刑場であったことを思わせる成人の遺体を発見している。 ラコニア地方の古代都市ブリュセイアイの上にあるタレトンとして知られるミネは太陽神ヘリオスの聖域として馬が犠牲に捧げられた。タレトンはまたゼウスに捧げられていた。バルバロイの侵略の時代にタイゲトス山脈は先住民の避難所としても機能した。山の斜面、野村の多くはこの時代のものである。中世では急な斜面に建てられた。 ミストラスの城塞と修道院が、ビサンティン文化の中心となり、モレアス先生講領の首都として機能した。ミストラスは、小さな宗教コミュニティによって占有されている。建物は、非常によく保存され、この地域の主要な観光名所となっており、1989年には、ユネスコの世界遺産に登録されている。E4 ヨーロッパ長距離ハイキングコース。今日、 山は予言者エリアと密接に結びついており、毎年7月20日に、峰にある小さな礼拝堂で大規模な祭りが催される。彼は、火の戦車に乗って天に登ったと信じられている。祭りの鏡火は、カルダミリの街のどこからでもはっきり見ることができるので、街は山に登らなくても火を見たいと思う人たちが集う場所となっている。この山は、人気のハイキングコースであり、 ヨーロッパの長距離、ウォーキングルートの E4 の一部となっている。頂上からの眺めには、エウロタス渓谷のほとんどと東のパルノン三脈が含まれ、西への眺めにはカラーマタとメッセニアの東半分が含まれる。アルカディアの南西部のほとんどは、頂上から見ることができる。ありがとうございます。